So we are here with another part of Stranger Paradise Final Fantasy Origin. Voila. Get the fire pistol, right? So we'll start from there. This phantom from the past, right? Everything is completed on the map. Force completed on the map. Okay. We're going for this. I think we got some interesting weapons, right? Let's explore those weapons. Hello again, I'm Shaw Vikan here with another episode of Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. And let's go to the battle settings. Let's see if I have anything. Yes, I have. This is 49%. That's 49% of raw material. So I'll take this. And also I will let's see. There's this one. 42% raw ability. And that sword is sick. Oh man, just can also take this, right? What are we giving this? Okay, let's go. I did everything right. ある山を登るのかと思うとうんざりするよね。その感覚を表す言葉が見つからない。分かった、喪失感。何それ、何かの喪失感。キツネ、いい装備なんじゃない。よかったな。
ピアノの中に。やるか。ジャック、戦おう。正直だ。敵もざまあないね。ジャック、とどめろ。敵はもういないな。まだ先はあるんだ。頼むぞ。さすがに寒い。高山地帯だからね。吹雪なんかも体験できるかも。ふふって何？ふふって。この斜面の雪、危ないな。得意なのかもしれない。たとえそんな気がしても他人の感覚かもしれないから過信しないことね。経験者は語るか。泳げるつもりで水に入って溺れたことがある。他人の感覚じゃない。早く気をつけろ。ジャック、足を引っ張ったかな。ごめん。敵だ。ジャックがいれば負けないさ。
気だな。待った。まだ終わらんぞ。ジャック、しっかりしろ。待った。ジャック、ジャック、敵だ。また来てるぞ。集中しろ。見切ってやるぞ。体勢を下げられた。落ち着け。珍しい。よかったな。ちょっと待って、パパ。人が石になってる。魔物のせいかな。わからない。でも眠ってるような顔をしてる。素敵な夢を見ていることを言う。張り切りすぎたかな。次も頼むぞ、ジャック。開けてみよう。 You cannot hold. Whenever this comes up, the battle settings, でかいつらら落ちるんだろうな。頭の部分注意しないと。落ちてる。この調子なら問題ないね。いい訓練になったな。行くぞ。From this place? 大歓迎だな。やるぞ、ついてこい。来るぞ。 Does he catch me? 足にしてもいい。もちろんだ。頼られるぞ、力が湧いてくる。珍しいだ。よかったな。次は気をつけろ。勝ちは勝ちだ。喜べ。勝ったな。いい訓練になったな。
アッシュ、当てにしてもいいか。あんたに頼られると力が湧いてくるよ。見ててよ、ジャック。本当に吹雪いてるとはね。まあ注意して進みましょう。出てきた。失礼してやるぞ。バレたか。歩くときは慎重に歩かなくちゃ。やれ。ジャック。What the fuck?叩き潰すぞ。ごめん。次も頼むぞ。
We're gonna fall. なかなか大変な場所だったわ。どこかで休憩したいところね。ソフィアに賛成。 Okay, I think I can move on. Drop please. そうなやつだ。記憶ではないことを自分を取り下げるのはおやめなさい。いえ、見ちゃって。ああ、こんなものだな。よし、次も頑張ろう。敵だ。さあ、これを倒そう。この調子なら問題ないね。まだ先はあるんだ。頼むぞ。出てきたか。蹴散らしてやるか。張り切りすぎたかな。負けないか。Come on.
敵発見。よく戦おう。俺に目は手につながれているわね。アシュ、何かわかるかしら。わからん。だがこの様子ならどこかに開ける仕組みがあるはずだ。探そう。さっきの岩と同じ色をしている。ジャック、調べよう。だがな、魔物を片付けよう。弱いな、相手にならん。いつもこうだといいんだけど。調べておくか。余計なことだろうが。それなら言うな。言わせてくれ。こいつは手強い。最後まで気を抜くな。Which does not speed fire, but... すごいの来るぞ。注意。だって落ちたものだ。ほら、沼みたいになってる。強い匂いだ。なるべく距離を取ろう。体を動けにしている。これこの沼だらけになるわ。なんとかしないと。まだ終わらんぞ。沼が邪魔で戦いにくいわ。何か浄化する方法はないかしら。
相手もやるね。大丈夫だ、俺たちの方が強い。オーセルが大丈夫だ、うん、残りの体力気にしておけよ。また一緒ですね。嬉しいです。光栄です。あなたと一緒なんて光栄です。よろしくな。よろしくお願いします。希望が叶いました。よろしくお願いします。光栄です。よろしくお願いします。嬉しい。消えてしまえ。ありがとうジャック、助かったよ。気にするな、忘れろ。And I will at least delete more than 200 items because I don't want to lose any more stuff from what I will get in the next missions. So it's already 5 minutes on. Nice.
Here we can do smithy, go to dismantle, and this is somewhere. Maybe it's not that good. Okay, so. Anything less than level 50, I will just. Anything less than level 47, I guess. And without job ability, it's no. It's level 55. 50, man. 175 damage. The fuck? And also, the next time I start eliminating these things, I will like do everything with less than job ability of 50% or something like that.
72 Yes. 153 settings. We have deleted almost everything, so we'll go for gauntlets first. This is good. I'll be taking this.
Let it be the same. This is the... Going to the So let's do this. Yeah, everybody's alive. The Caverns of Earth. This is the Earth Crystal, I guess. And we are ready to take anything. この先に土のクリスタルがあるんだね。闇に覆われたクリスタルがね。死んだ土の匂いがする。そうね。行くぞ。敵発見。よく戦おう。ここなら大丈夫か。俺はまだやれるけどな。お出迎えだな。叩き潰すぞ。こんなところに隠れていたか。お疲れさん。つけないと。
手段もあるはずだ。終わりだ。体勢を整えよう。アッシュ、当てにしてもいいか。何じゃない。キューブがある。調べておこう。出てきたか。さっと戻そう。壁が動いてる？このままじゃまずい。参ったわね。先に進みたいのに。どうするじゃん。終わりだ。危なかったね。
近道ができたね。戻りは楽ができるぞ。敵だ。ジャックがいれば負けないさ。面白そうなやつだな。油断するなよ。少々まずい状況だな。ソフィア、このクロス衣装って何なんだ？いくつか効果は分かったけど、全体として何？気にはなるけど、私たちには知りようがないじゃない？アストスなら知ってそう。そうだな。次聞いてみようか。やめておけ。なんで？言い方を変える。やめろ。うわっ！当てにしろ。やめろ。
宝箱か。アッシュは何か思い出してきた。ジャックから水晶を受け取った場所のことだ。水晶？そうか、この場所。過去を振り返るのは今の時だ。覚えとこ。敵が強かったんだ。卑下しなくていい。出てきたか。ジャック、戦おう。チャンスだぞ。
大歓迎だな。また来てみる。たく、やってやれ。出てきたか。サクッと倒せ。いつもこうだと言うんだけど、僕が回ったのか。ジャック、怒ってるのか。そういうわけじゃない。魔物どもが残すあの漆黒の霧、あれに触れると俺が思いをかけない。相手にならん。ジャックがいれば余裕だな。あそこにキューブが見えたぞ。さてどうするかな。ジャック、あとは頼む。アッシュ。ジャック、目を覚ませ。闇に巻かれるな。土のクリスタルの輝きを奪ったのはお前だね。クリスタルの精緻な震えが生み出す波動、その波動が土を歌わせ草木を育む豊かな実りの季節。人は大地に感謝する。哀れなり貴様らが夢見る、そんな季節は永遠に来ない。私がこの地にいる限りはな。我が名は、前の名前など知ったことか。我が名はリッチ。大地の力を喰らう者なり。注意しろ、魔法が来るぞ。
どうやらここからが本番みたいだね。倒すの一人だ。そう簡単には死なないさ。ジャック君、準備はいいな。当たり前だ。お前たちこそ俺についてこいよ。アッシュ、あとに来てくれ。あんたに来てくれ。よろしく。すごいの来るぞ。注意。誰だろう。わからないな。これで。土のクリスタルの復活だ。どけ！しまった！あとは頼むなんて言うなよ。タクスにはお前たちは頼りない。持ち上げるからアッシュ、ジャックを引っ張り出してよ。分かってる。1、2、3。This thing is not grass jack. Hide his leg. He was just pinned down. ここを見た。That's how powerful he was. 気は済んだか。どうだろうな。死なせてしまった相手すら思い出せない。誰も死んでいないことにしておけ。Going back to that Dark Elf's cave world. And here we go. So we have to revive the crystal. Yes. That's the last part. Yes, yes.This video. やあ、光の戦士たち。君たちは風と火、そして土のクリスタルを解放した。すなわち3体のカオスを倒した。大気は動き、火は高らかに燃え、大地は心地よく香る。あと一息だな。喝采とはいかないが我慢してくれ。何か用か。まあ聞いてくれ。ちょっとした事件だ。君たちが水のクリスタルの解放を後回しにしたことでプラバカの海賊たちが騒いでいる。強風のせいでかつてないほどに海が荒れていてね。ビッケ船長たちはコーネリア王と君たちの陰謀だと考えている。くだらん。そう言うと思ったよ。君たちがビッケ船長に会ってくだらんなどと言えば収まる話も収まらない。彼らのことは私に任せてくれたまえ。どうするつもり？エルフの長くて複雑な歴史を語り時間を稼ぐさ。だが急いでくれ。 So we are going for the crystal next.Just pointing out this mission has completed.
this is the mission. We will start from the next video of Submachina. Thank you guys for watching and stay tuned for the next video.